ラシーンのダウンタウンラシーンは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州南東部に位置する都市。ミルウォーギーの南約40キロメートルに位置する。人口は78,860人で、ミルウォーギー、マディソン、グリーンイ、ケノ機能者に次ぐ、州第五の都市である。市は、SC ・ジョンソンの企業城下町であるが、ミルウォーギー広域都市圏に含まれる、郊外都市としての機能も有している。 ルート川がミシガン湖に注ぐ、この地は、先住民には、キピカウイやチプカートンと呼ばれていた。1699年10月、フランス人探検家の一団が8隻のカヌーでこの地に、降り立ち、交易所を開設した。この交易所はやがて小さな入植地へと発展し、フランス語で、根を意味するラシーヌと名付けられた。時代が下り、1832年、 ブラックホーク戦争の後にこの地にはニューヨーク州からの移民が集まった。1834年にミシガン港行き交う船の船長ギルバート・ナップはこの地に入植地を建設しポート・ギルバートと名付けようとしたがその名が受け入れられることはなかった。1841年入植地はラシーン村として正式な村になった。1848年にウィスコンシンが 州に昇格すると、同年8月に開かれた、州議会は、ラシーンの姿勢志向を可決した。SC ジョンソン本社ビル南北戦争前には、ラシーンでは、奴隷制度廃止論者の勢力が強く、多くの奴隷が自由を求めて、地下鉄道を経由し、街を通り過ぎていった。1854年、セントルイスから逃亡し、ラシーンに住み着いた奴隷ジョシュア・グローバーが、 連邦保安官に逮捕され、ミルウォーキーの監獄に投獄されると、100人のラシーム市民が立ち上がった。ミルウォーキーにたどり着いた群衆はやがて5000人に達し、ローを破ってグローバーを救出し、カナダへと逃亡させた。この事件がきっかけとなって、やがて1854年、ウィスコンシン州最高裁判所は1850年の逃亡奴隷法は違憲であると宣言した。 南北戦争が終わると、ラシーンには、デンマーク系、ドイツ系、チェコ系の移民が移入してくるようになった。第一次世界大戦中には、他の中西部の工業都市同様に、ラシーンもアフリカ系の労働者を大量に集め始めた。1925年頃からは、メキシコ系の移民も移入してくるようになった。ラシーンはその初期から、工業都市として発展した。 初期のラシーンでは遠見が生産された。やがてラシーンには建設機械、農業機械の時ー数や潜在、化学製品の SC ・ジョンソンといった大規模な企業が起こり、重工業が発展した。19世紀後半になると、ラシーンは五大湖における水運業の中心地の一つとなり、また初期の自動車産業も起こった。1936年、 フランク・ロイド・ライトの設計による SC ・ジョンソンの本社ビルが建てられた。このビルは1976年に国定歴史建造物に指定された。ウィスコンシン州におけるラシーンの1ラシーンは北緯42度43分34秒整形87度48分21秒に位置する。ミルウォーキーからは南へ約 40km、シカゴからは北へ約 100km に位置する。 市は、ミシガン湖岸に位置し、ルート川がミシガン湖に注ぐ河口を中心に広がっている。市の標高は188メートルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、ラシーン市は総面積48.4、警平方メートルである。そのうち40.2キロ平方メートルが陸地で8.1警平方メートルが水域である。 総面積の16.76%が水域となっている。ラシーン都市圏は、ラシーン群一群のみからなっており、ミルウォーキーの広域都市圏に含まれる。ラシーンの気候は、古代湖岸によく見られる、寒さの厳しい冬と涼しい夏に特徴付けられる、大陸性の気候である。最も暖かい7月の月平均気温は、摂氏22度、最高気温の平均は、 摂氏26.5度で、日中でも摂氏30度を超えることは少ない。最も寒い1月の平均気温は、氷点下摂氏7度で、日中でも摂氏0度に達さない日が続き、夜は氷点下摂氏15度以下に下がることも、珍しくない。降水は、春から夏、4月から9月までにかけて多く、月間75から100ミリメートルに達する。冬季はおおむね乾燥しているが、 12月から3月までは月間15から30センチメートル程度の降雪が見られる。年間降水量は880ミ、mm、リメートル程度である。欠片の気候区分では、ラシーンは亜寒帯湿潤気候に属する。ラシーン市長者ラシーンの市政府のトップには、市の最高市政責任者である市長とは、別個にシティアドミニストレータがいる。シティアドミニストレータは2003年に、 市政府の効率化、一体化、公正化を目指して創設されたポストで、市政府の実務と予算の準備を統括、監督し、予算を観察し、予算に変更が生じた場合は市長に直に報告する、責任を負う。また、シテアドミニストレータは、市職員の効率性を評価し、給与を管理し、業績に応じて、給与の調整を市長に進言する。市議会は、市の立法機関で、 政策や条例を採択し、予算を承認する責任を負っている。市議会議員の定数は15名で、主を15に分けた、選挙区から各1名ずつが選出される。連邦議会会議員選挙においては、ラシーンは、ケノーやジェーンズビルなどとともに、ウィスコンシン第一選挙区に属している。この選挙区では、共和党と民主党の勢力が概ね拮抗しており、やや共和党寄りである。 スタートバント駅を発車するハイアワサーラシーンに、最も近い商業空港は、ミルウォーキーのゼネラル・ミッチェル国際空港で、市の中心部からは、車で約40分である。市の西には、ジョン・ H ・バッテン記念空港が立地しているが、こちらは、ゼネラル・アビエーションと呼ばれる、SC ・ジョンソンなどの大企業のビジネスジェット、自家用機やチャーター機が、もっぱら発着する空港である。市の西。 スタートバント村にはアムトラックの駅があり、シカゴとミルウォーキーを結ぶ、中距離列車ハイアーサ号が、北港、南行とも1日7便ずつ停車する。アムトラックの線路のさらに西には、ミルウォーキーのダウンタウンやシカゴへと通じる週間高速道路 I-94 が通っている。将来的には、ーシ車、ラシーンミルウォーキーを結ぶ。 近郊列車を走らせることが計画されており、これが開通すると、ラシーンがミルウォーキーと、また家のお社で接続するメトラを介して、近ごとも近郊列車で結ばれることになる。市内の公共交通機関としては、ベルアーバンシステムと呼ばれる、休憩等の市営の路線バスが走っている。また、下記には、レトロな車体を用いた、トロリーと称するバスもダウンタウンで運行される。 リボーケンセンターラシーンとけのうしのちょうど中間には、ウィスコンシン大学システムの一角をなすウィスコンシン大学パーアクサイド校のキャンパスが広がっている。この地域密着型の修立大学は、ウィスコンシン州南東部の人口増加に伴い、もともとラシーンとけのうしにそれぞれあった2年生の修立、短期大学を統合し、4年生大学に移行する形で、 1968年に開校した。かつては現在のダウンタウンの南、ミシガン湖岸にラシーン大学という成功会系の大学もあった。ラシーン大学は1852年に開校したが、大学としての歴史は長くは続かず、1887年に閉学した。その後も学校自体はグラマースクールとしてしばらくの間存続したが、 1933年に完全に閉校した。現在では、ラシーン大学の跡地と建物は成功会に移譲され、リボーケンセンターという同教会の収容所となっている。ラシーンにおける K12 かほどは、ラシーン統一学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は小学校21校、中学校7校、高等学校5校を有し、 約2万1000人の児童、生徒を抱えている。これらの公立学校に加えて、ラシーン市内には、カトリック系、ルーテル教会系、その他の私立学校もいくつか立地している。以下に、ラシーン市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ラシーンは、以下6都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。